人のカレー飯ビーフを食べてみたいと思います。カロリーは465キロカロリー。湯入れた。5分取ったのでかき混ぜたいと思います。お茶を飲んでたんだけど、キヨトが朝甘酒を買ってきて、でも甘酒って缶じゃん。仕事中に缶のもの、まあ事務作業じゃないので。ルーがニロンって出てきたよ。なんか自分でカレー作ってる感じだよね。するとなんかね、こぼったりすると大変だなと思って。このルーがこの熱湯で溶けるのか、すごいな。お茶。ちっちゃいお茶。こんな感じかな。300の面白い感じ。てかお茶飲んだよ、綺麗に。綺麗に飲んだ後に、甘酒を開けて、ペットボトルの中でカレーをかき混ぜています。そしたらなんか、ルーが意外とパッて溶けたのでびっくりしたよ。あ、うまそうにできたよ。なんかカレーのいい香り。日本のカレーは久しぶりね。うん、普通のカレー。ただ、蒸しの食感がちょっと微妙な。うん。飯は飯なんだけど、なんか微妙な。うん。かき混ぜが足らなかったかな？いや、かき混ぜは大丈夫なんだけど、飯の食感が違う。うん。なんか普通のカレーだよね。うん。箸だか。こんな感じ。本当はスプーンで食べた方が良かったかもしれない。やば、うまっ。てかね、ご飯の問題は多分キューブに先に半分食べさせたんで、うん。うん、今、まマピちゃん、そうそうそう。ちょっと時間経って経つと普通のご飯になるね。うん、美味しいよ、これ。